平成ジャンプ新曲 UMP がやばい。どうも、全力推し活マンです。よろしくお願いします。今回はですね、平成ジャンプについての動画となります。よろしくお願いします。で、平成ジャンプですね、9月24日にニューシングル UMP を発売しました。この動画ではですね、UMP の紹介であったり、皆さんのね、反響ですね、そちらについてもね、話していきたいと思います。まずね、 UMP のね、楽曲紹介ということで、こちらね、平成ジャンプ通算34枚目となるシングルとなります。前作のね、 Dear My Lover 裏表から1年4ヶ月ぶりのシングルリリースとなります。久々のね、リリースになりますね。今回のね、リリースは本当にファンの皆さんにとってはね、非常に嬉しかったものだと思います。冒頭でもね、言いましたが、発売日がね、9月24日なんですよ。で、9月24日何の日かというと、なんとね、この日平成ジャンプのグループ結成日になります。で、グループの結成日にね、新曲をリリースということで、メンバーやね、ファンの皆さんにとってはね、素敵な特別なね、一日になったんじゃないかなというふうに思います。いやー、本当にね、おめでとうございます。そしてこの UMP ね、グループ結成 CD デビューから17年となる今年、その先に見える20周年へも向けて、グループとしての新たな代表曲となる作品を届けたいという思いのもと企画されたということですね。このね、新たな代表曲となる作品を届けたいっていうね、メンバーの思いにグッときましたね。グループのね、デビュー曲ってすごいね、印象的でね、名刺代わりと言ってもね、過言ではないほどね、多くの方がね、知っている楽曲だと思うんですよね。これはね、平成ジャンプに限らず、他のね、グループもそうだと思うんです。ただね、そんな中、昨年ね、デビュー曲であるウルトラミュージックパワーをね、歌わないというね、決断をしましたよね。メンバーもちろんね、ファンの皆さんもね、悲しい思いとかね、たくさんされたと思います。そんな中ね、今回リリースされた UMP なんですけれども、ウルトラミュージックパワーをね、進化させた楽曲のようにね、思います。もうメンバーのね、思い入れの強さっていうのがね、感じられる楽曲にね、なってます。メンバー8名でね、もう楽曲選びから制作にね、携わって、たくさんのね、準備期間を経て、このね、楽曲が生まれたということで、そういったね、理由からね、その1年4ヶ月、全シングルからね、のリリースからね、期間を要したっていうね、ことだと思いますね。本当にこの長い期間をね、かけての、楽曲作りということで、メンバーのね、強い覚悟っていうのがね、伝わってきますね。で、この曲ね、作詞がスミカのね、片岡さんで、作曲がナスカさんっていう形で、すごいね、方々が関わっています。片岡さんはね、サンダーソニアや春ツバメもね、作詞されてましたよね。素敵な歌詞とメロディー、そして平成ジャンプの思いというのがね、うまくね、組み合わさった作品となってますね。で、疾走感のあるね、このメロディー、そしてウルトラミュージックパワーをね、彷彿とさせる感想、そして歌詞、振り付けね、もう見どころがね、たくさんありますね。で、まさかね、この楽曲のね、感想のところでウルトラミュージックパワーのね、メロディーがね、聞こえるとは思わなかったですね。歌詞もね、本当にエモさ全開で、なんか印象的なね、フレーズが多かったですね。特にね、歌詞で言うと、僕は僕らになったんだというね、ところ、すごいね、印象的でしたね。平成ジャンプだからこそね、こういった歌詞にね、なったんじゃないかなっていうふうにね、思いました。またね、歌唱で言うと、この楽曲に本当にソロパートとかラップパートとかね、そういったところもね、見どころとしてあって、すごいね、もちろんいいんですけれども、やっぱね、8人のね、揃った時の歌声っていうのが、本当にね、力強くて、心にね、刺さりました。そしてね、この UMP ね、本当に多くのね、反響がありまして、YouTube の方でミュージックビデオもね、公開されているんですけれども、ちょっとね、そちらのコメント欄ね、紹介していきたいと思います。まずはね、こちらですね。平成ジャンプの良さが詰まった楽曲です。多くの皆さんにジャンプの良さが伝わりますようにということで、いや、本当にね、平成ジャンプの良さ、
ね、詰め込まれた楽曲だと思います。自分もね、あの音楽番組の方ね、ナイナイミュージックとかカウントダウン TV ライブライブもね拝見しまして、このジャンプのね力強さっていうのがねすごい伝わってきましたね。カウントダウン TV の方はね、フルサイズでのパフォーマンスということで、思う存分ね平成ジャンプを楽しむね感じることができました。続いてのコメントです。一生に一度しかない大切なデビュー曲を永遠に封印する決断を余儀なくされ、私たちファンの想像以上に理不尽な仕打ちも彼らはいろいろ受けてきたと思う。それでもこうしてデビュー曲とは別物だけど別物じゃない、新たな形として生まれ変わらせるなんて最高かよ、ということで、まあね、昨年のこのねデビュー曲を歌わないというね決断はねすごいね驚かされましたね。本当に事務所のねこともあっていろいろね世間からはね厳しい声もあった中ね、本当にメンバーもそうだしファンの方々もね傷ついたりね、まあ、悲しい気持ちをね持ったと思います。まあ、そういった中でもね今回ねウルトラミュージックパワーをねさらに進化させたようなね楽曲をリリースして、本当にファンの方のね思いがメンバーにね届いたんじゃないかなというふうにね思いますね。メンバーもねファンの方をね思ってこういったね楽曲を制作したということで、メンバーにとってもファンの方にとってもね大切なね楽曲になりましたね。本当にね素敵な関係だと思います。続いてのコメントです。ファンクラブに入るの決めた、男だけどライブに一度行きたい。でこれは男性のファンからのコメントですね。いや平成ジャンプね男性からの支持もね熱いなというふうにね思いましたね。同性をね魅了するっていうのはすごいねグループとしてのね強みだと思うんですよね。本当にね幅広い年代男女問わずね愛されるグループっていうのは本当に国民的グループのね特徴だと思うんですよね。で今ね3つねコメント紹介したんですけれども、まあ、そちらね平成ジャンプのファンの方のねコメントになります。コメント欄にはね平成ジャンプのファン以外のね方からのコメントも多くね寄せられてて、事務所の先輩後輩のねファンの方々からのねコメントとかもあったんで、ちょっとね抜粋して紹介したいと思います。まず嵐ファンの方ですね。あんなに小さかった子たちがこんなに素敵なグループになっていて驚きました。で、SixTONESのファンの方から、アイドルとしての覚悟を感じて涙が出ました。こんな先輩方がいてくれることに感謝しかないということで、今ね嵐ストーンズのねファンの方のコメントを話しましたが、いろんなグループのねファンの方々からのねコメントがね多く寄せられてて、まあ、このねファミリー感がね素敵だなというふうにね思いましたね。先輩後輩さらにねジュニアのねファンの方々からのねコメントとかもあったりして、いや本当にね愛されてるグループだなっていうふうにね思いましたね。その他にもねスミカのファンの方からのねコメントとかもありましたね。まあ、片岡さん関係ですね、まあ、大切にね歌い上げてくださってありがとうございます、誇りに思いますっていうねコメントがあって、本当にね温かい気持ちになりました。はい、ということで今回はね平成ジャンプの UMP について話させていただきました。まあ、20周年に向けてね、まあ、さらなるね平成ジャンプの活動にね注目ですね。本日の動画は以上となります。それではまたお会いしましょう。バイバイ。